ニューストピックスです。北陸の製造業で脱炭素の動きが加速しています。工場で使用する電力を再生エネルギー由来に変えたり、敷地内に太陽光発電所を設置したりして、温室効果ガス排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルを経営目標に掲げる企業が増えてきました。世界的に環境配慮の活動が求められる中、脱炭素の取り組みが企業競争力を高める重要なポイントになり始めています。今回はこの話題について経済部の廣田記者に聞きます。廣田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。企業の取り組みとしてどういった例があるんでしょうか。はい、例えば白山市の工作機械メーカー中村留精密工業は、今年度工場12棟を含むすべての建物で使用する電力を水力由来の電力に切り替えました。はい、これによって二酸化炭素排出量を年間約5600トン削減できる見込みで、これは杉の木約46万8千本が1年間に吸収する二酸化炭素量に当たるそうです。すごい量ですね。はい、電力を切り替えるだけでこんなに効果があるんですね。はい、現在は太陽光パネルの設置も検討しており、敷地内の植樹にも積極的に取り組んでいるそうです。はい、同社によると、特にヨーロッパの顧客は環境意識が高く、近年は脱炭素に対する企業理念そのものが製品を選ぶ基準の一つになっているとのことです。なるほど。製品の機能ですとか価格だけではなくて、もうそれを作っている企業の取り組みも重要だということですね。はい、そうですね。設備投資などコストの増加は避けられませんが、脱炭素の取り組みは企業競争力を高めるほか、社会貢献や従業員の意識向上といった付加価値もあると担当者は言っていました。はい、他にはどんな例があるんでしょうか。はい、白山市の映像は2040年度に二酸化炭素排出量をゼロとする目標を掲げています。太陽光や風力など自然エネルギーで発電されたグリーン電力の活用をどんどん進めています。また志賀町の石川三県は、同社敷地内で今空き地となっている約2万平方キロメートルのグラウンドを太陽光発電所に転換する計画です。水力由来の電力も活用し、2025年までに二酸化炭素の排出量ゼロを目指します。脱炭素の動きはこれからも加速しそうですね。はい、政府は2050年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロを掲げており、このほど改正地球温暖化対策推進法も成立しました。各企業は競争力を高めるためにさらに取り組みのスピードを上げると思われますね。 SDGs の世界のためにも取り組まなければいけませんよね。はい、廣田記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。